こんにちは、速稼塾の久保です。第2弾の特別定額給付金がだいぶねまとまってきたんじゃないかなっていうことが伺い知れるような放送がありました。これは BS で、議論されたことだったんですけども、ちょっと画面をねいつものように切り替えていきましょう。これですね、3210、はい、こちらです。自民党の下村政調会長が BS 番組で現金追加給付について言及しまして、3次の補正予算ではね10兆円から15兆円規模で財政出動した方がいいんじゃないかなってことを言われてました。まあ政調会長といえばね、自民党の中でも政策を決める重要なキーパーソンですから、この方がね妄想とかね希望で言うわけがないんですよ。だいたいこういうふうな政調会長が言われたことっていうのが、まあそのまま採用されるなり最終的な決議に上るのかなっていうふうに思いますんで、一定の方向性がこれでまとまったってことなんでしょうね。で、記事の方にいろいろありますけども、私が読み解くところですね、どういうことが言われているかっていうと、ここです。低所得者層とか非課税世帯とかね、要するにもう収入がものすごく著しく厳しいって方が、今までの収入から減ったとか減らないとか関係なくね、もともとそうだった方もこの度そうなった方もちょっとここに対して一定給付を限定的にした方がいいんじゃないかなっていうふうに話されてましたね。これは3次補正予算で決まると思いますんで、多分3次補正予算は来年の1月ぐらいじゃないですかね、発動するのが。だから今回の低所得者向けの第3次補正予算の発動は1月の上旬にね発表されて、1月の中旬から下旬もしくは2月の頭ぐらいから限定的に給付されるっていうことになるんじゃないかなと思うんですよ。給付額はおそらくこの財政規模でいうと30万円前後が特定の世帯に選別されてね、届けられるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと私の解釈としてはこの発言から読み解くことができます。どうですかね。それからねもう一つねあるんですよ。もう一つは何かっていうと、もう一回ね画面切り替えますね。もう一つね、下村政調会長が言われていたのは後半のところなんですけども、この年越しですよね、暮れも越せない人には間に合わないってことも言われてました。第3次補正予算でね、だからここで、第2次補正予算の予備費活用ってことなんですよ。でここでもう一回出てきたのが、結局あれですよね、第3次補正予算で10兆円を積みましたんですけども、今ね7兆円ぐらい残ってるんですよ。じゃあこれをね年内に5万円で一律給付したら、まあちょうど使い切れるんじゃないかなってことだと思うんですよね。これは当初から出てましたね、この案は。ですんで私の動画の方でもリサーチしていったんですけども、ここに来てまとまったんではないかなと思います。というのが、この辺りでまとめとかないと、これをね最終的な審議に通して第3次補正予算とか予備費の活用に盛り込んで今年中に実行、来年の明けに実行ってことができなくなっちゃいますんで、これが一定の結論じゃないかなって思いますよね。でおおよそ決まったんで BS でも喋ったと思うんですよ。まあでもね、 BS で喋ったってのがどういうことかっていうと、まあそういうことで大体決まりそうだけどもそうならない可能性もあるよっていうことで、まあ地上波の NHK では語らなかったのかなと思いますよね。まあどっちにしてもね、政治政策っていうのは本当にね一進一退といいますか、一日ごとに状況変わりますんで、これで決まった完璧だっていうふうなのがなかなか出てこないってことは今までの例でもね確かだと思うんですよ。前回も30万給付が決まって、で閣議決定までされたのに2日ぐらいでもう変わりましてね、全国一律給付全国民に10万円というのになりましたんで、で今回もこれで確定だってことではないんですけども、ただね国民に給付されることはまあおおよそまあ期待していいのかなっていうところでございます。これもですね、日々呼びかけてくださったこの私の動画の視聴者さんはじめですね、多くの官邸にメールをしたりとか、自分の苦しい窮状をですね、まあ自民党の事務所に行ってお話しされたりとか、それからそうですね、麻生財務大臣の事務所に電話していただいたりとか、菅総理の事務所に電話していただいたりとか、こういうムーブメントもこういう動きもね無駄ではなかったってことの、まあ全部じゃないですよ、全部じゃないですよ、こういう動きもあって、いろいろね自民党が突き動かされたってことなんじゃないかなと思いますけどね。今回は以上でございます。それではまた次回の動画をお待ちください。